これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。くれてもいいのに。とにかくこのロボットを使えばあなたも自由に動けるようになると思う。ただその切り替えのための方法と安全性についてはまだよく分かってないの。もし失敗したらもう二度とあなたとお話できなくなっちゃうかもしれない。そんなの私絶対に嫌だから。だからちゃんと調べて、あなたと一緒に外を歩けるように頑張るね。うん、一緒にいろんなところに行こうね。でも、自分でもびっくりしてるよ。まさか私にこんなすごいロボットが作れるなんて。いくらひらめいたって言っても、何も参考にしてないんだよ。こんなこと今まで一度もなかったし、それに、前にも言った通り、以前から知ってるような、不思議な感じがするの。こういうの、既視感って言うんだっけ。この感覚は、最初よりずっと強くなってる。まるで、自分の記憶じゃない何かが流れ込んできてるみたいな。これって一体、何か。何これ。どんどん強く。思い出さなきゃ。頭が。you
の？家？私の家がどうかした？私にはいつも通りの家に見えるけど、何かおかしいところある？どうしたの突然。あなたが行きたいなら、私は別に構わないけど。大丈夫？さっきからなんだか様子がおかしいけど。そっか。もしかしたらさっきの頭痛で何か変わったかもしれないよね。それじゃあ、いつも通りお願いします。ようこそ、イオンの夢世界へ。こうしてお話しするのは久しぶりだね。向こうの世界で何があったのか、私は知ってる。イオンの家が突然壊れて驚いてるんだよね。そう、イオンにはあの家が今までと同じように見えてる。それはあの世界にとっての最後の防衛戦だから。イオンの心が本当の意味で解放されない限り、認識することはできないんだと思う。あの世界がラシェーラとは違う別の場所ってことはもう知ってるでしょ。私も基本的には向こうのイオンと記憶を共有してるから詳しいことはわからない。でもあの場所を飛び出すことが私たちにとって一つの分岐点になることは間違いないと思う。そしてそのためにはイオンが心の底から前に進もうとする力が必要になる。その力の一つはイオンの記憶。記憶を全て取り戻せばそれはイオンの力になるはずだよ。大丈夫。あのロボットを作ったことがきっかけになってイオンの心の鍵が開いたの。12番目の扉、その奥でイオンが知らなくちゃいけない本当の真実が見つかるはず。あなたならきっとイオンを救うことができる。私はそう信じてるよ。この扉の中で今、記憶を蘇らせてる。みんな、ありがとう。これからも、ずっと一緒に。